さあ、始まりました。モッチスチャンネルです。さあ、今回は、ゴロ、ヒヤマ、時々出てきますけども、彼のですね、寸大頭プラス模試ですかの結果が出たということで、第2回寸大頭プラス共通テスト模試ですね。そちら、見ていきたいと思いますね。はい。で、プラスで、ライティングも英検のやつですね、送られてきたので、まあ、そちらも見たいと思いますね。こんにちは。はい、こんにちは。結果は、はい、けど、点数しか来てないけど。あ、すいません。判定ですよね。そう、判定だったりとか、偏差値とかのやつ。判定はどうも、ちょっと送られてから見たんですけど、うん、前もって登録してないと出なかったんで、登録してなかったんです。どういうこと？受験前に登録しとかなきゃいけない。そりゃそうでしょ、判定なんだから。それをやってなかった。え？志望校判定のやつもやってなかった。もう、そんな受験生、何浪してるのよ。次受けるときはやります。はい、どうせ、あれ出しても出ないんで。出ないじゃない。E判定なのは当たり前ですけど、当然ね。ちょっともう動画にできないじゃない。そんなちゃんと しないと。だって、でもさ、教科ごとのやつは出るでしょ。だって偏差値だったりなんだり。あー。いや、出る出る出る。そりゃ受けて。出るけど、どうやって出しゃいいんだろう。はぁ。出る。あれ偏差値出るでしょ。模試、だって点数しか出ないんだったら模試の意味がないでしょ。信じられない。受験生なのにこんなことも知らないなんて。出ました。今送ります。はい、ということで、はい、やっと来ました。はい、模試結果見ていきますか。12月見てないんで。本当だ、志望校判定何にも書いてない。12月もあるんで、12月も全く同じやつあるんで、その時はちゃんと書いて送ります。もうちゃんと。全く同じやつ受けます。全く同じじゃない。まあ問題は違うけどね。同じ会社の。では見ていきますね。最初英語リーディングからですね。英語リーディングが100点中25点。で、偏差値33点さ。すごいな。2万669人中、1万9247。すごい、だいぶ下だな。平均点58。うんうんうん。はい。次がリスニングですね。リスニングが100点中42点。まあ、結構簡単だったっていうやつだよね。そうそうそう。平均点 74.6 だもんね。偏差値 30.4 なんだ。42点だからもっと上に行くと思いきや、逆にこっちの方が低いというですね。順位も19,470。15位ですからね。2429人中なんで、だいぶ下ってことです。だってこれは分離別だと理系の中でやると29.3だからね。あらららら。ら続いて問題の数学です。理系なのに、理系の大学に行ってたのに。数一 A 100点中19点、偏差値 26.1。 すごいな。9533位、100人いるんだね、下に。でも寝てるんじゃないかって思いますけど。で、分離別だと 24.7 ですね、偏差値。7714位ですね。なんで、84人でも下にいるな。平均 59.2。そして数 2B でしょ。これはどうしたんだい。範囲学習終わってないっす。1ミリ。5年やってて。はい。100点中9点。偏差値 23.8。9230位。まだでも70人いるんだ。じゃあ0点がいっぱいんだな、これな。分離別だと 22.0。7425。50人ぐらいはまだいるんだ。ただ平均やっぱね、60点ぐらいなんでね。9点はちょっとね。続いて、国語です。国語が200点中60点。偏差値 29.2。分離別、理系の方が高いのこれ。28.3。で、19,239位。まだでも後ろにたくさんいますね。そう、結構なんでこんなにいるんだとかっていうね、意見来たりするんですけど、それはだって勉強どうでもいいとか、別に大学なんて行かないよっていう人たちも受けてますからね。学校で受けさせられる。そうそうそう。無理やり受けてるところがいっぱいある。だから、こういう風になります。まあまあ、28.3だもんね、理系の。やつでも平均が125点とか124点なんで、まあ、6割いってるのに対して3割ですからね。現代文110点中、まあ、大問3つあるやつですね。が41点。で、偏差30.6、30.2 と、この平均76点あるもんね。大問1が23点、大問2が18点、大問3 0点だね。資料のやつ。で、古文が12点。漢文が45分の7と。あ、漢文ができてないね。漢文もだってほぼ能面ですか？ほぼだから5年やってるの。5年やって東北大目指してるの。全く持って協賛されないけど。全くもっておかしいけど、それは。まあ、古文。5年というか、高校から考えたらもう7年。7年やって、漢文をほぼやってないとか、数二 B やってないとか、ダメだから。え、何？順番通りに解いてんの？現、古漢。現代文、古文、漢文は順番通りやん。やってんの。やっても、現代文もやってないです。違うよ。勉強のことなんか聞いてないよ。順番通りに問題解いてるのって聞いてる。あー、順番通りには一応解いた。古文、漢文なんかほぼ塗り絵でも。うちのチャンネルいつも見てるんだから、質問同じでしょこれ。次、物理。はい。100点中24点。またすごい。
偏差値 30.8、1880位。なるほどね。まあほぼほぼこれは理系が受けるから、文系で受けてるの20人しかいないんだね。なるほどね。まあ偏差値 30.89、 あんま変わんないですね。ほぼほぼ、うん、平均 61.7 だもんね両方で。科学が100点中25点、偏差値 30.2 か 30.9 ね、はい、平均が65あるもんね、これはね。すごいなぁ。ほぼほぼ。これ、下から1000人いないんです。あ、まあこれ全部割ってから。旧林生、100点中12点。林生で12点ってなかなかすごいよ。ノーベンだったって相当取れるもん。多分最後の方、疲れてきて、多分途中退出してない。偏差値 18.6 とかすごいわ。そんな偏差値あるんだねっていうぐらいすごいね。19.5。1749位、1754人中5人は0点だったのかな。次の理系のやつも989位で、ほら4人しか下にいない。すごいな、なかなか見れない。天ちゃんより低いんじゃない。次情報1、100点中16点、偏差値 21.6。 高校時代からやってんだ、7年ぐらい経っちゃってる。天ちゃんノーベンで、でも情報1が一番良かった。あ、そうそうそう。まあ自己採だから分からんけど、まだ、はい。へえ、なるほど。なかなかこの後ろにほぼほぼ人がいないっていう状況。5年やって何にも勉強してない子たちと戦ってほぼ負けてるってことだもんね。集計コース。すごいじゃん。6から8理科って。6教科8科目か。6教科8科目理系で、1000点中232点。偏差値 18.1。すご。12,793位。これも後ろに100人いない。で、次が総合だと、これ 18.6。5教科7科目理系だと偏差値 19.4。5教科7科目総合だと 19.9。いや、もうあともうすごいな。偏差値20代と。マジで、てんちゃん超えてるじゃん。立候補超えてるよ、もう。それで大学生になれるって闇だね。自分で言うな。闇でしょ。さて、じゃああれか、英作文ですね。相変わらずぐちゃぐちゃの作文でございます。はい。I did not think it is a good idea for people to have a car. 車を持つのは良くないと。I have two reasons to support my idea じゃないでしょ？何ですか？そうです。私の意見です。私のアイデア、あなたが考えたことじゃないですよ。車を持たないことは。A good idea ってもうすでに出てるじゃん。それあなたの考えたアイデアではないです。First, it is expensive. まず expensive のスペルが違う。で、to run a car. まあ、to have a car の方がいいと思いますけどね。で、if I buy a car, 車買ったら、I could borrow のスペルも違うし、a car from a car dealer for a long time. もうめちゃめちゃですね。監視もついてないし、意味もめちゃくちゃです。だって、まあ、borrow は rent だろうけどね。rent a car from a car dealer。でも、カーディーラーから車って借りるもんなの？ for a long time。また a が抜けてて。カーディーラーから借りるの？レンタルショップじゃなくて？カーディーラーってカー売ってるとこで借りれんの？俺知らないけど、それ。いや、長期契約のリース。知らんけど、まあ、とにかく borrow じゃないですよ。無料で借りるわけじゃないんだから。で、しかもだって車買ったら借りれるっておかしいでしょ？どういうこと？なんであなた車を買ったら車が借りれるって、なんか1個買ったら1つおまけがついてくるみたいになっちゃってる。そんなシステムないでしょ？それはないです。はい。Second, it is not need to めちゃめちゃでもほら、B 動詞と動詞ね。こないだ、てんちゃんがこれやってて、B 動詞と動詞並べちゃうやつがいるって言って、そんなのありえねえだろみたいにコメント来てたけど、やるんです、こうやって。典型的なミスですね。ほら、B 動詞と need。だから need はダメですよ。どうするんですか？ need だったら、あ、have to。necessary ですね。have to も同じじゃん。B 動詞と一緒に書いちゃダメ。It is not necessary for people ね。to have a car in capital って。何ですか？ in capital って。首都。なんで首都だけなの？東京だけなの？首都圏。そんなんじゃなくて、だそれだったら in a big city とかですね。in a big city とか in big cities みたいにする。therefore のスペルがまた違う。何回もやってますよ。うん、いつになったら覚えるんですか、うん、そして t の大文字のこの線が h の下にいるっていう。どういう。そういう。it is not a good idea for people to have a car という経験。これで浮かれるのかっていうね。ということでございます。まあ。一生懸命勉強しないといけないってことだよ。ご視聴ありがとうございました。あ、もう終わったの。いや、もうそうですね。ちゃんと勉強しないと、もう怖い怖い。